じゃあね、窒素循環について学んでいきましょうか。窒素って全然珍しい物質じゃなくて、N2 の形で大気中にすごくありふれてるんだけど、だけど、これ科学的にものすごく安定で、簡単にはこれを使うことはできないんですよ。植物は NH3、 アンモニアの形だったら頑張っていろんな窒素を含む物質を合成することができる。アミノ酸とかヌクレオチドとかね。あ、そもそもね、なんで窒素言ってるのかっていうと、やっぱりアミノ酸とかヌクレオチドって窒素を含む物質なんですよ。アミノ酸ってさ、たくさんつなげてタンパク質になるんだよね。で、ヌクレオチドもたくさんつながって DNA とかね、 RNA になっていくんだよね。タンパク質とか DNA とか RNA ってね、生物の体に絶対欠かせないもんだよね。だから生物っていうのは絶対生きていくのに窒素は欠かせないんだね。植物は NH3 があれば、僕たち動物にはね、なかなかできないことなんだけど、植物は NH3 の形であればアミノ酸とかヌクレオチドを頑張って合成することができる、ね、だけど N2 はなかなか使うことができないよね、この合成にね。とだけど地球上にはものすごい生き物がいて、 N2 から NH3 を作ってしまうような、そんな生物がいるよね。根粒菌とかアゾトバクターとかクロストリジウムとか年次元とか、これがね、高校の教科書に登場する生物たち、生物の名前だからね、しっかり一つ一つについて調べておいてね。資料集とか地図とか教科書使って一匹一匹調べておいてね。こいつらはニトロゲナーゼっていう酵素を持っていて、このさっきね、めちゃめちゃ安定でなかなか使えないんですよって言った N2 を使うことができるのね。さっと取って、ああいっぱい N2 あるなーって、もちろんエネルギー使うんだよね、すごくエネルギー使うんだけど、この N2 を使って NH3 を合成することができる。こいつはすげえやばいやつだから、しっかりチェックしておいてね。ニトロゲナーゼっていう酵素を持ってるよ。でさ、生き物ってもちろん死んじゃうこともあるわけで、で死骸、生き物の死骸なんかに含まれる NH3 はありがとうって言って生き物が利用するのね。どんな生き物かっていうと、亜硝酸菌っていう細菌、亜硝酸菌が NH3 を取り入れて、で NO2- っていう、これは亜硝酸イオン、その時にエネルギーが出るから、これをこれに変える反応の途中でエネルギーが出るから、そのエネルギーを使って NH3 を NO2- に変える時にエネルギーが出るから、そのエネルギーを使って亜硝酸菌は生きてるの。で NO2- も別の細菌が NO3- に変える、硝酸イオンだけど、硝酸イオンで、この反応を行う細菌は硝酸菌。で、これもね、亜硝酸イオンを硝酸イオンに変える反応の過程でエネルギーが出てきて、そのエネルギーをこいつらは得て利用して生きてるよね。ね、パンを作るからパン屋さん。亜硝酸イオンを作るから亜硝酸菌。硝酸イオンを作るから硝酸菌。いい？で、この硝酸菌とか亜硝酸菌っていうのは化学合成細菌と呼ばれる生物のグループで、
化学合成細菌ってどんな生物かっていうと、無機物を酸化して エネルギーを得ている生物ね。酸化ってちょっと難しい言葉だけど、 O2 をくっつけることを一般的に酸化っていうからね。確かに NH3 には O が1個もない。だけど NO2- は O が2個ある。この反応は O をくっつけてるから酸化だね。こっちもね、O が3つある硝酸イオン、ね、O が2つしかない亜硝酸イオン、ね、O をくっつけてるからこっちも酸化だね。で、こんな風にそれぞれね、頑張って生きてる生物たちがいて、化学反応も全然違うことなんだけど、ね、こうやって僕たちが外から見たら、アンモニアが硝酸イオンになっていく、そんな風なね、見方ができるね。アンモニアね、それぞれ関わる生物は違うんだけど、なんとなく外から見たらアンモニアがふわーっと硝酸イオンになっていく、ね、硝酸っぽくなっていく。このアンモニアから亜硝酸イオンが、そして硝酸イオンが作られるような流れ、このことを硝化って言います。硝酸っぽくなっていくっていうのはね、硝化。そしてね、硝酸イオンを大気中に N2 の形で戻す、ね、そんな作用はダッチと呼ばれていて、ね、ダッチスト細菌が行います。ダッチスト細菌が行います。みたいに N2 をアンモニアに変える、こんな反応は窒素固定って言われます。だから根粒菌とかアゾトバクトとかクロストリジウムとか粘樹も、こんなような生物はまとめて窒素固定細菌って呼ばれる場合があります。遊離窒素を固定してくれるんだね、窒素固定細菌。で、たまにはね、N2 がものすごいエネルギー、高電圧放電、まあ稲妻だよね、高電圧放電によって NO3- とか、ね、NO2- とかに変わってしまう、ね、そんなこともね、一応地球上では起こってはいます。普通は起こんないことだけど、ね、放電、ものすごいバーンっていう、ものすごいエネルギーの条件下で、N2 が NO3 マイナスとかね、NO2 マイナスに変わってしまうようなこともあります。で、植物は根っこで吸収した NO3 マイナスを、酸化の還元は、酸化の反対は還元っていうけど、NO3 マイナスを NO2 マイナスに変える、そんなね、反応を、酵素を用いて行うことができて、この反応は還元ね、O を取っていく反応は、つまり酸化の反対は還元っていうかね、還元。で、NO2 マイナスをアンモニアに還元する。そんな反応を触媒する酵素も植物は持っています。で、吸収した硝酸イオンはアンモニアの形にして、いろんな反応に用いていく。で、アミノ酸とかヌクレオチドを植物は作っていくのね。で、僕たちは植物が頑張って作ってくれたものを後からバクって食べちゃう、ね、動物はね、食べちゃう。こんな風にね、 N がぐる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 生態系の中を循環することを窒素循環って言います、ね、たくさん生物名が出てきちゃってちょっと大変だけどね、何度も何度も復習してしっかりマスターしましょう。